はい、ミートソースが美味しそうにできましたね。普通の人はこれパスタ入れて食うんですけれども、僕なんかはパスタなんかと違った日には血糖値がドバンと上がっちゃうんで、しょうがないね、パスタ食うのがキャベツ炒めて食うですね。これね、結構うまいよ。キャベツ炒めるときも油でギャー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 ってやるんだけれども、やっぱりオイルで美味しいもんね、作ってあげた方がいいよね。よし、これ食って午後も頑張ってお仕事って感じだね。まゆー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 、ほらまゆー来ました。まゆーまゆー、ほら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 、まゆー食べたね。うちの菜食主義なんだよね。普通はあの、なんていうの、僕はあの中華みたいに高温でガツってやるの好きなんだけど、こういう時はですね、ちょっと高温でガツじゃない方が美味しかったりするんで、ただ油が入ってた方がね、美味しいから。それと今日ここで入れなきゃいけないのはこれ、ね、バージルですね。バジルをね、ちょっと垂らしてやるんよ。うまいやで。よいしょ。オリーブオイルだね。まゆちゃんも一生懸命食べております。ね、これガーリックオイルさっき作ったやつね。パスタの時はここパスタでやっちゃいますからね。このぐらい。でいいんじゃないの？キャベツ入るとちょっとだけ塩味が足りなくなるんで、こっちね、キャベツの方にちょうど振って食ってうまいぐらいのキャベツ塩をね、振ってあげると。かなりの量だね、これね。いやね、ナスとかね、そういうのもいろいろとね、また美味しいもんだよね。うん、まゆ、もうちょっとまゆだね。軽くね、かきます。これでね、水が出てきます。この間に、あれちょっと割って。キャベツの蒸し蒸しですね。キャベツ蒸し蒸し。困っちゃう蒸しだね。その間に、こちらとかも後片付けを。できるわけやね。もうとにかく、台所は休むもんなく。って感じですね。で、これは蓋をして、そのまましまって。ね。揚げとかなんかはほんと少ないけどもパッと作っていった方がいいよね。最近は僕はそういうね、これね、入れるの忘れないようにね。食べてるね、なんていうの、あの、
畑から水筒をつまんでね、畑から水を持ってきてくれてるんだよね、キャベツくんね。ありがとうな。こうやって俺に食われるのも何かの運命よな。眉。お前もなんか食べたい？ないよ。もうちょいですね。もうちょい水が出ると音が変わって。揚げ物は後始末が大変だよね。お、なんか音を変わってきましたね。いい感じやね。これの芯はもうもうある。ワイン好きやったらうまいかもね。この熱がかかりますからね、キャベツにね。それでバジルを入れてあげて、弱火。ちょっとケチャップ系が入ってもらわないとね。チーズがないね。粉チーズがあると運命だで。ちょっと味見してみましょうか。うん、うまっ。何か足りない感じもあるね。何か入れてあげたいな。かといって卵を入れてもね、ポーチドにしてもうまいかもしれないね。よし、じゃあポーチドにしよう。そっち入れちゃうとね、美味しくないんで。あ、俺だけでいいな。うちの子はまだ食べてたからね。じゃあ僕だけ卵入れにしようかね。まあ2つやってもいいよね。このポーチドはね、油をよく熱して、もう向こうは止めていいですね。香り。
ますね。いい香りやね。うまくいくかな。もうダメだ。入っちゃったかな。どうした。あれだね。まあいいよ。ね。こうやっておいて。はい、こちら出来上がってますのを、まずじゃの、なかなかうまそうじゃな。な、こうやって卵を乗っけちゃう。食わなきゃ食わなきゃ。はい、ということで今日のお昼ご飯、これはおかわりするね、多分ね。はい、じゃあみんなも元気で午後頑張りましょう。